皆様、こんにちは。こちらでは、国際日本文化研究センターの学術講演会の第68回目でございます。オンラインで配信、えー、しております。日文研の先生が、えー、退任したことをきっかけとして、まあ、記念、えー、講演を行いますので、その習わしに従って、 今回は細川先生、細川周平先生退任講演会という題目になっています。放送日の2月16日に備えて5日に録画をしております。ご案内の役を務めてまいります、ルッターマンでございます。よろしくお願いします。さて、 昨年末退任されました細川先生は、まあすでに名誉教授になっていますけれども、実は一年ほど延期をしまして、今頃もまだ日文研の行動を使うことはなかなか難しく、これで YouTube を媒介にビデオ配信に決めました。 小川先生はもう2004年のから研究を行い、日文献で教授としてまあ研究、そして共同研究をされてきました。先生は東京大学を1978年に卒業し、修士や 博士という学位は東京芸術大学で取得。そして東京工業大学および大学院で職教授を務められました。そういった履歴もあります。多くの方は、まあ、親しまれたように、広く先生は音楽の近代文化を研究し、また移民文化、 ですね。ブラジルの日系人が担い手になった文化の研究が著名であります。また、移民と並んで伝承され、渡ってきましたもの、えー、日本社会に導入されましたジャス、あるいはランルンバですね、サンバ、えー、そ,そういう,う,う 近代文化の現象についての研究も学会内外ともに高い評価を受けています。あのこの研究分野というのは非常に多彩でいろんな新しい観点を持って広くそして色豊かな分野を開拓してくられたというのも意過的ではない。 と思います。その内容、まあ、音楽は言葉が大きいんですけれども、えー、内容するところは非常に、うんまあ、もろもろなものが、要素が入っていますので、リズムや節、テキスト、歌、えー、それをも意味していますけれども、当然のこと、メロディそして音響、音の使い方、 まあ、奏で方ですね。音色。そういうものと、それを媒介物としてのリコード。楽譜、えー。まあ、音楽の覚え方ですね。えー、林の局面。そのお、労働者とも言うべき主体となった人間。まあ、歌えて、音楽家、作曲家。そのようなあ人間の生活と、 整形実にもろものの要素に注目をされましたと、えー、簡単にまとめられましょう。人間は馴染みを持つこと、違和感を抱いたり、また不慣れの感情も持ったり、まあ、象徴的に非常に複雑なもの、それが音楽でもありますし、 文化の出会いもそういう経験に満ちていると思います。美学や感性の分析につながる、そういった研究の広い範囲です。細川先生はピアノも上手で、私は一緒にスカラッティの良さをめぐって観談しました日を思い出しております。そして、 先生が合宿国、クロアチアやらヨーロッパの各地ですね。世界のいろんな国に行かれた中で、一度私もロシアまで共に渡ることに恵まれた時、まあその時、モスクワの思い出一つあります。学会が終わってロシア一段、 ロシア人の研究者一団、そして日文研の一団が夕食会に参集して美味しくいただきましたことはもちろんのこと、ボルシュも欠かせませんでしたが、まあそこで先生が席を立ってロシア人の女性にプロポーズをして、見事なソーシャルダンスを披露してくれましたこと、 その姿を思い浮かべれば、まあ本当にその時はですね、文化交流の本質を見せていただいたと、そういうふうに思ったところです。素敵でした。さて今日はでも、あの、そういった国際的な文脈、それを背景に、さらに京都という舞台について話していただけます。 あの、これは、えー、まあ私はですね、えー、実は、あ、キール、北ドイツにある軍港の町出身で、えー、昔、幼児の頃、それは70年代にあたりますが、えー、そこで遊んだところ、まああの、団地の方にバスが回った日を思い出しております。 そのバスにいろんな人形の姿が乗っていて、手を振って、そして新しい百貨店の支店の開店を募る、そのような宣伝の発表をし、いろいろお菓子類をばらまいたわけです。我々もみんな少年たちが手を伸ばしてチョコレートを手にし、雨を捕まえようとする。 そのような、あの、雨が、雨のように本当に降ってきた、そのところですが、背景に、あの、バックグラウンドミュージックを流していました。まあ、あの、それがマーチのような音楽でしたけれども、えー、今になってみれば、生の声で歌っていただければ、なんと素敵だっただろうというふうにも思えますが、 だからこそ、今日という話題をとても楽しみにしております。今日は沈鈍のお話を楽しみでいただけたらと思いますが、細川先生に耳を傾けて参りましょう。それでは。 えー、こんにちは。所長を務めます、井上昭一です。今日は、細川周平さんの学術講演をお届けいたします。細川さんは、えー、去年の春に、ここを国際日本文化研究センターを退かはりました。本日の催しは、えー、その まあ、遅ればせながらようやく開かせていただく退職記念講演会です。よろしくお願いします。本来なら行動に大勢の人に集まっていただいて話を聞いてほしかったんです。でも昨今の情勢でそういうわけにいきません。やむを得ずリモートの配信ということになります。えー、ご容赦ください。細川さんは 音楽学を研究してこられました、えー。音の複製技術、録音ですよね。レコードをめぐる諸問題について、学位論文を取得しておられます。レコードの美学という本も書いておられます、えー。皆さんも音楽鑑賞はどうでしょうか。レコードや CD、テレビやラジオ、あるいはこの頃だとスマートフォンかな。 そういう情報機材を通して音楽に接しておられると思います私はこれもまたリモートの形なんだと思います遠くで繰り広げられている演奏の音それを我が家へ送ってもらう自分の耳に届けてもらうリモート鑑賞を私たちは繰り広げてきたと思います えー、最初のうちは心配した音楽家もいたと思いますこんなに世の中へ録音が出回ったら演奏会の仕事がなくなるんじゃないかとねでもこの心配は急に終わりました録音が世の中に出回れば出回るほどコンサートへ行きたいライブに接したいという欲望は強くなっています録音自体は昔よりずっと良くなってるんですよ にもかかわらずライブの魅力はますます膨らんでいます。生な音楽はリモートに負けなかったんだと思います。翻って私たちの学術公演はどうなるのでしょうか昨今リモートを余儀なくされてその後以前にも増してあの人の話を聞きたいという魅力は増すのでしょうかそうありたいと 私は願っています、えー、細川さんはご本人は嫌がらはるかもしれない言い方ですがお若い頃から頭角を表すはりました、えー、ポピュラー音楽の読み解きで注目を集めてき張ったと思います世界を軽やかに駆け巡る知性としても脚光を集めはったんじゃないでしょうか 語学も達者な方です。特に、えー、ラテン圏の諸言語には広く通じておられます私たちはこれまで諸外国でさまざまな学術的な催しを行ってきましたその中でしばしば細川さんは大役を担ってくれました例えばブラジルでポルトガル語フランスでフランス語によるスピーチを あのやってくれましたそのお姿に惚れ惚れした、えー、そのお姿で誇りを感じたという日,日文研のスタッフは、まあ、少なくありません関西弁しかできない私とはえらい違いです2年前でしょうか夏のことでした祇園祭りの時でしたね私は巡行を見物したくて 新町通りに佇んでいました北の方から行列がやってきます上下を羽織ったおっさんたちもぞろぞろやってきましたその上下の列から一人の男が上下を羽織ったまま飛び出して私の方に近づいてきはるんですよ私はややためらい田代木一歩後ろへ退きましたで 近くまで来られて気がついたんです。ああ、細川さんや。ニコニコ悪った細川さんが来てはる。その時にかみしめました。ああ、細川さんは、祇園祭の町潮にならはったんやな、というふうに思いましたね。京都には、世界へ羽ばたく知性がそこかしこにいらっしゃる町です。えー、細川さんも、 そういうお一人になられたんだということを紹介して私の挨拶を閉じたいと思いますありがとうございましたそれでは講演会の方細川さんよろしくお願いします、えー、皆さんこんにちは、えー、細川修平です、えー、退任記念講演と称しておりますけれども ここを去ったのはもう一年前のことになるので、えー、時期外れの感がしないでもありません。えー、当初は、えー、行動改修直後の6月に予定しておりましたが、まあいろいろな事情で、えーまあ、ここまで伸びてしまいました。最初のうちから、えー、この公、まあ、演のことを僕自身はね、体、え、感、ー、式と呼んでおりました。えー、そこで東京からあの古い友人の鎮堂屋さんを招いたり、えー、京都の え、三味線引きを招いて、賑やかに立ち去っていくというシナリオを考えておりました。で、まあ、あの、出演する人にも OK が出ていたんですけれども、まあ、こういうことになり、結局ライブもできずに、リモートだけの形になってしまいました。まあ、こういうことが今回だけで、えー、次の方からの、まあ、退任記念公演では、こんなことがなく、まあ、きっちり行動でやりつつ、まあ、リモートもやるっていうな、えー、形式になればいいなと思っております。えー、鎮土屋の話をするというのは、 体感をする一年ぐらい前から決めておりました。まあ自分の研究史を話すのにちょうど都合がいい。それにまあ面白がられるんじゃないかと想像してのことです。まあ個人的には、まあ幼稚園に行った頃、えー、というと昭和34年ぐらいになりますが、34、1960年ぐらいですけれども、侍の格好をした賃の屋さんが近所に現れて、くっついていってしまいました。 え、あるところで、よらば切るぞと脅かされて走って帰ってきたのを覚えております。えー、まあ、昭和の真ん中のあたりの話ですね。で、まあ、いろいろ、まあ、そんなことを考えながら、え、テーマを、あの、今回のこの講演を考えていたんですけども、ある時に、まあ、語呂がいいというので、ンドンの因縁というタイトルを思いつきました。まあ、因縁をつけるというよりは、因縁が深いんだという意味です。まあ、それよりも語呂がいい。 ちんどん、いんねんとなんかこうなんか口をついて出てくるんじゃないかと勝手に想像いたしました。まあもしこれがですね、日本の西洋音楽需要におけるちんどん屋の歴史的考察などともし呼んでおりましたら、えー、多分みんなゲゲッと嫌な顔するんじゃないかと思います。えっと僕はあのダジャレが結構好きなんで、 こういう語呂の良さというのを最初に考えて、それからいろいろあのものを考えていく。で、語呂、あの、ま、ダジャレに合わせてコンセプトを作っていくと。ま、こんなことを実は、最近まで今もやっております。今日の話はだいたいこんな形になります。前半で1980年代後半の話をします。どうやってチンド屋に知り合ったのか。その頃どんな本を読んでいたのか。ちょうどそれがチンド屋さんの転換期に当たるんだという話。から後半に、 あの、この、賃の屋の文化史ということで、まあ、明治以降、どんな流れがあって、現在の賃の屋になるのかと、まあ、こんな話をしようかと思っております。えー、まず、えー、そもそもの、慣れそめという話に行きたいと思います。えー、土頭の80年代後半と名付けておりますけれども、えー、ちょうど僕が1955年、昭和三十年代、30年生まれなので、30代前半ということになります。 先ほど挨拶のあった江上さんとは、実はこの時期に会っております。まあ、日文研創設の頃で、ある新聞の書評委員に二人とも招かれ、えっと、選ばれて、月に一遍、その会議で顔を合わせておりました。まあ、年頃が一緒なので、いろいろご飯を一緒に食べたりということをしておりました。まあ、その後、あの、長らく会っていなかったんですけども、ここに2004年に移ってからは、まあ、非常に親しくなっております。まあ、実は同じ学年で、誕生日も2ヶ月しか違わない。 という具合ですね、はい、そのぐらい、えー、と実は近しい関係にあるというわけです。えー、さてその80年代後半にはいろいろなことがありまして先ほどお話をいただいた「レコードの美学」という博士論文を書いていただきながら、まあ、ここのパワ、えーポイントにあるようないろんなライブハウスにしょっちゅう行っておりました。これいったところで多分みんな何か誰だ、えー、ど,どこだといったら多分全然見当つかないと思いますけれども、えー、当時のことを知っている人ならふんふんと思うような場所です。 まあ、あの、バンドの名前を言ったところできっとみんな何もピンとこないと思います。ジャンルの名前だ何だと言ったってみんなには、99%の人には、クエスチョンマークしか頭にないと思うので、あえて場所だけの、えー、こう書いていきました。まあ、雑食という言葉がありますけども、僕は雑調まあ、いろんなものを、雑多なものをめちゃくちゃに聞いていた、まあ、そういう80年代後半を過ごしておりました。まあ、そういう中で知り合ったのが、 えー、篠田正美君、えー、という友達です、えー、58年に生まれて92年で亡くなっています、えー、34歳でした、えー、非常に若くして亡くなりましたけれども、えーまあ、彼と非常にこう仲,仲良くすることができましたちょうど今聞こえておりますけれどもちょうどご覧になっていただいているのはそのチンドン屋姿の、えー、篠田君ですけれども黒眼鏡をかけていますねはい、えー、とこういう バンドにというかこの篠野君にくっついて僕はいろいろこの時期の陳年屋を聞いておりました。ちょうど今聞こえてきましたのはですね、まあこういうアルバム「東京陳年」という見えますか？このアルバムの中からまあ聞いてもらっております。まあこの今聞いていますのは竹にスズメ陳年屋さんは竹数と呼んでおりますけれども。 この鎮堂屋さんが最初に覚えるまあいわばスタンダード曲ですこれが1990年ぐらいの録音になります まあ、あのこのように、まあ、屋さんさ、まあ、多分ま篠田雅美は他かにもいろんなバンドをやっていましたジャズ風のバンドそれからダンスバンドのこともやりまた前衛のインプロビゼーションのグループにも加わりそして、まあ、こういう珍野屋さんもやっていました、まあ、当然、えー、このこうマイナーなシーンでやってる人は音楽だけでは飯は食ってっていうかバンドだけでは食っていきませんので大抵別の制御を持っておりまして彼は珍野屋さんをやっておりました。 ごく当たり前のことですバイトとしてやってるっていうことはよく考えつくことですけどもある頃から「ちん屋は飯の種じゃなくて本当に音楽を根本を変えるぐらいすごいことなんだ」そんなことをぼそぼそ話しておりましたえ、そうですか?」とこちらはあんまりこう信用していなかったんですけども時々出番を見に行きましたそして話をするうちに本当にちん屋っていうのはまあ普通聞いてきたあのまあ音楽 バンドとずいぶん違うんだということに気がていたわけです。まあ、そのうち、えー、彼とその仲間はスタジオ録音と路上の録音をまとめた今のこの CD、ね、東京どんというのをまあ作ったわけです。他にも、まあ、こんな篠のの田のリーダーアルバムがあります、コンポステーラというグループですけれども、ご覧のように非常にこう凝った作りです。 みんなすごく手触りのいい紙で作ってあってアートっぽいアートな、まあ、こういうバンドを作っておりました、まあ、あまり商業的な場面テレビラジオでは絶対にかか、まあ、ラジオでちょこっとかかるかなそんな小さな音楽でしたけれども僕は非常に愛好しておりましたまたこういうところで彼はこの鎮丼屋さんで教わったことを自分のバンドで 再現する、使っていく、まあ、そんなことをやっていたんだろうと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、これが彼の言ってたバンドですね、バンドというか、チンドン屋さん、えー、こんな、えー。連中とやっていたわけです。はい。じゃあ、あの、続いて、二番目の話で、西洋音楽文化の衝撃。ちょっと大きなタイトルですけれども。同じ八十年代の末にはですね。えっ、ー、と、僕はアメリカの。民族音楽学者のブルーのネトル。 の書いた、ザ、あの、世界音楽に対する、えー、西洋の衝撃、で、えー、副題が変化、適を存続、えー、そういう本を訳しました、えー。世界音楽の時代という題名で訳しました。まあ、これは、あの、とても僕にとって、えー、啓発的なというのが、あの、非常に啓蒙を受けました。えー、19世紀以降、非西洋社会の音楽が、 西洋音楽にどれくらい大きな影響を受けてきたのかこれを和声ピアノというあるいはバイオリンというような楽器とか、まあ、想像がつくようなことそれにさっき話のようなレコード楽譜のようなメディアもあればストリートで街で路上で演奏するっていうことの意味が変わってきた。 まあそんなことをまあ近代化っていう非常に大きなタームの中で彼はあの40ぐらいの四十のキーワードに分けてまあ分かりやすく説明しておりました、まあ、ちょうどその時期僕は中南米の音楽アフリカの音楽などに大変魅惑されておりましたのでこの本を非常にあのまあガイドブックのようにして新しい録音を聞いたり日本に来たバンドを聞いたりまあ旅行したらあちょっとそういうバンドを探しに行ったり まあそんなことを80年代の後半にはしておりました。えー、まあヨーロッパの列強が16世紀以降、えー、他の大陸へ、まあ植民地的な侵略、侵攻を遂げた歴史、まあそういう中で、一体音楽はどういうふうに政治経済と関わり、まあ実際にそ、それまでにあったものと、それ以降にあったものの間に連続性、非連続性がどんなふうになっているのか、まあ外圧を受けて、 その中でうまく適応して生き延びたものもあれば、えー、まあ西洋というか新しい力のある文明にま押しつぶされてしまったものもあるまあ、そうしたことをま考える、まあ、手がかりになる一冊だったと思いますまあ、これ一冊で全てというわけでなくいろいろまあ触,触発を受けるような本でしたまあ、その中のまあ西洋の衝撃の最大の一つが人の作る音ならまあ、声も楽器も 貴族の者も,のも農民の者も,のも信仰まあ、宗教の儀式もお祭り。の踊りもみんな音楽ミュージックというまあ、概念があによって表されるんだ。まあ、こういうことが一番大きなまあ、あの私たちの知的な衝撃だと、音楽のに対する知的な衝撃だったのだということを言っています。つまり、日本でも音楽という言葉はそれまでなく、あるいは全然。 まあ歌うものとそれが化学とは違う名前がついておりましたしそういう文明文化、えー、世界各地でやりました、まあ、それを今あの民族音楽学ミュージエスノミュージコロジーと音楽学ミュージコロジーと、まあ、そういうふうにして音楽っていう用語で全部ひっくるめて比較をしたり、えーまあ、理論を述べたりするわけです、まあ、その態度自体が、まあ、西洋の衝撃である まあ、学問をしていること自体がすでにそうだっていう西洋の影響下でしかありえないという、まあ、ことですね。まあ、当たり前のことかもしれませんが、まあ、それを非常に広い、まあ、文脈の中で教えてくれた本です。ちょうどこれと同じ頃にですね、実はこういうアルバムにも知り合いました。一つは、服部良一僕の音楽人生。もう一つは、 えー、笠木静シズコ、ブギの女王、3枚組の CD です。えーまあ、CD というメディアが出始めの頃で、えー、この3枚組、えー、とても、というか、飛びついてしまいました。それまで LP で出ていたものですけれども、それに新しい音源が加わり、えー、そして、まあ、そのなんていうんでしょうかね、このそれぞれの作曲家と歌手のこう履歴が非常によく分かる編集になっていて、えー、これによって随分戦前の音楽がこんなに豊かだったのだ。 面白いんだということを、えー、教わりました。えー、まあ、編集にたか携わったのは瀬川正久さんという方です、えー。彼はこの復刻音源、戦前の日本のジャズの復刻音源に、えー、全てに、まあ、関わっていると言っていい人です。まあ、実際に、えー、昭和の戦争前ですね、十何年、昭和でいう15、六6年でしょうか、学生の頃に ダンスホールに行って聴いていたんだ自分で踊っていたという人です、まあ、そういう生き証人があの自分の、まあ、若い頃聴いていた音楽をあの復活させて、まあ、次の世代に伝えようと、まあ、そういう熱意から作られたのが、まあ、今の二枚、えー、と2つの CD セットでした、まあ、これに合わせて本が出たり、えー、しましたし、えー、いろいろあの付随するイベントもあったりして 大大変大きな刺激を受けましたこの瀬川さん、今年97歳になります。ですが、まあ、この CD が出た後からずっとお世話になっているからもう40年ぐらいになりますね。言っては戦前のダンスホールの雑誌をこうずっとコピーさせてもらったり、こんな音があるんだよと言って、日本が対米、アメリカ向けの謀略放,しし放送って言ってますね失、まあ、海外放送で。 流した日本のジャズバンドの,、えー、の録音をなぜか彼は持っていて、それをこう、こっそり、えー、というか聞かせてくれたりとか、いろんないい思いをしてきました。まあ、あの、今も、この間、2年ぐらいまでしたかね、95歳、歳か、十4歳になった時の、C、あの自分の新たな CD コレクションというので、また、C、CD セット、あの、録音、CD セットを出したりして、本当に元気な方です。 えー、さて、やはり、あの、戦前の日本音楽に、この今の CD やら、それ以外のいろんな刺激から、あの、戦前の音楽、日本の音楽どうだったのか聞くようになって、えー、なってるうちに、中村東洋さんという音楽評論家と知り合いました。まあ、あの、彼はですね、えー、以前から、この日本の音楽、まあ録音のコレクターでして、 まあそれを単に面白がって聞くというよりは現在にどうやってつながるのか今のこうやってる君たち若い人がやってるの音楽もたどっていくと40年前のこれになるんだぞというようなことをいろいろな例で教えてくれるまあそういう師匠にあたるような人でしたその中村東洋さんが「ミュージック・マガジン」という雑誌をまあ創刊し,していましたがその89年4月号まあこのちょうどビートルズのサージェント・ペーパーズ が表紙になっていますが、まあ、この20創刊20周年特別企画、まあ、この号から、あのー、僕はですね西洋音楽の日本化大衆歌という連載を任されましたえちょうど、あのーまあ、1年で済む、まあ、12回ぐらい書くテーマぐらいはあるかなと思って簡単に引き受けましたけれども結局次から次と掘り起こされて5年60回書きました まあそれでも、えっ、ー、と、まとめることができなかったので、まあ、昨年、えー、岩波書店より、えー、近代日本の音楽100年という全4巻をまとめることができました。まあ、ちょっと、これご覧いただけますか。えっ、ー、とですね、偉そうですね。はい、これが私の本です。で、これが、はい、皆さんもお持ちの、えぇ、ー、工事園ですね。はい、一家に一冊ですよ。それから、これは、えー、持ってないと思いますけども、はい、えー 岩波が出している、えー、山田工作著作集3巻。だいたいそれと匹敵するぐらいのと言っては失礼かもどうかどうかわかりませんけども、かなり大振りの4巻、4巻本を出すことができました箱に入っています。なかなかこういいでしょう。僕はこう箱から出すとなんかね、LP をジャケットが出しているような気持ちで、僕は非常に気持ちがいいんですけども、多分それは僕が最後の世代じゃないかと思います。 皆さんはどうなってくるのか知りませんが、はいまあ、僕自身はこういうの「箱入り娘」と呼んでおります。でですねあの、まあ、この四巻本に関しまして岩波社はなんとこういうチラシを作ってくれましていわくですね空前の規模で俯瞰される音楽の近代、えー、著者渾身のライフワークという大変なあの宣伝文句を考えてくれました。 えー、まあ、う、嬉しいんですが、まあ、こんなことを自分で言うのは、本当は恥ずかしいことなんですが、今日は陳の屋さんの話なので、まあ、許されるんじゃないかと、えー、言って、決めました。で、こう、どんどん自分の宣伝をしております。まあ、記念公演が、延長になったおかげ、延期になったおかげで、まあ、こんなことができるわけで、昨年6月にやっていたら、まだこれが形になっておりませんでした。はい、まあ、いいことも、遅れていいこともあるという、まあ、一つの例であります。えー、30年かかって、 もうかかっていたわけなんですが、えっ、ー、と忘れられない衝撃がいくつかありまして、例えばですね、というか一番大きなのはこれです。えっ、ー、とこれは横えっ、ー、とペリーがあー到着え黒船が来週来港した時のあ,ある文書にありました。えー、薩摩藩主が、えー、このまあ、黒船アメリカ船がやってくるという情報を聞きつけてその侍を こう、今、栗浜、あの、到着する、あの、相模湾に、え、こう、それ、東京湾ですね、東京湾に、こうの方に、こう、いわ偵察に行った、その、こう、中心城というか、その、薩摩藩への手紙の文書の中にあった言葉なんですが、本日、栗浜にて、偉人上陸するや否や、音楽をいたし、太鼓を打ち立て、並びにこれを押す次第、なかなか人間技と見え申さず、太鼓の打ちよう、 トン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 トトトン。糸面白き討ちようなり。えー、これを見たときに大変まあ衝撃を受けました。まるでえ極限を見るかのようであります。人間技でないということで、これはもう本当にサーカス並みのことではないかというふうに見えたんじゃないかと思います。えー、そして、太鼓がまず頭に入ったんですね。そのこのときにはブラスバンドのはずなんですけれども、太鼓が入りトントントンと聞こえたと。 まあ最初にこうやってオノマトペイに翻訳されたんだというところにも興味を持ちました。えー、ブラスの音、えー、にはあまり聞き慣れていなかったんでしょうかあるいは日本語に適,適当に合う表現がなかったのかもう何も分かりませんけれどもこのトントントンというのに随分触発を受けまして僕はですねトントン視感なるものを打ち立てました。えーまあ、ちょっとふざけた名前ですけれども、えー、本気で考えております。 まあ大衆音楽の側から、土着のまあ音感の適応や存続。先ほどのブルーノ・ネトルのえ用語ですけれども、適応や,や存続を見逃さない。そういうえ音楽詞を書けたらいいんだろう。とりわけ、リズム面をあまり粗末にしないでいこう。そしてそれはまあリズム面の表現としてはさっきのオノマトペもある。 それから打楽器をいろいろ使って、ペリーも,もろ持ってきてるんですけども、その打楽器を中心に何か音楽師が書けないか。それからオノマトペイというのはより子供っぽくて大体笑いにつながっていきます。ナンセンスなものです。まあ、ですから、林言葉とか、えー、いろいろな座敷歌、遊びの歌のリフレインなども何とか拾えるような音楽師はないきゃ、まあえーまあ。ジャズのスキャットもまあその一部ですし、 こうした調子取りにエイサーとかイオイアとか、えー、というようなことはまあ、日本の歌もともとあるものです。まあ、これ日本だけではないと思いますけども、まあ、こんなものを、えー、拾い上げるまあ、歴史感のあるものをまあ、考えたわけです。まあ、土着化というのが大きな、えー、概念になります。また地場のまあ、ローカルという言葉からあとバーナキュラーというまあ、その土地で生まれたという英語もありあるんですけども、まあ、本僕の 本の中では地場のもの、地場産業の地場ですね。まあなんかその方が足にくっついていて、なんか泥臭い感じがするんで,で、こんな用語を僕は好んで書いています。まあそれにまだふざけてまして、トントンなんだから、トントントンチでどうか。まあトンチというと、まあふざけた言葉としか、まあね、思い浮かばないかもしれませんが、辞書を引きますと、何かあった時に即座に働く知恵と、 えー、書いててありましてあこういった、まあ、即興的に、えー、なんか働くような知恵まあ知恵を何て言うんですかねそういうものを大切にできないか、まあ、音楽家っていうのは、まあ、瞬間的にこう,うまく相手の共演者のやってることを飲み込んで、えー、共通のかノリとか作っていくわけなんですが、まあ、それに似たようなことを、まあ、知性というかものを書くことでできたらいいなと、まあ、これ実現 え、したとは思いませんけども、まあ、そんなことを頭で考えておりました。まあ、コールレスポンス。こう何か言ったら相手がこう帰ってくる。まあ、あの漫才でもそうですし、まあ、お笑いが大体そうですし。まあ、語呂合わせもそれに近いかと、ちょっと、え、拡大解釈をして考えております。さて、その80年代の後半というのは、トン,ン世界でも大きな転換点でした。まず、先ほどの篠田 東京鎮堂に代表されるように、本気で鎮堂屋に関わるミュージシャンというのが現れました。えー、演奏相手、そのちょうどライブでやるように誰かに向けてやる、お客さんがいて自分は上から演奏する、そういうタイプと違うパフォーマンスを鎮堂屋はやっているわけです。だいたい聞こえてるかどうかもわかんない。聞いてもらおうという気もない。えーまあこう まあ、しかし聞かれないと困るんだけどもあまり聞き込んでもらっても困る、まあ、そんな音楽をやっているんだ、まあ、そんなことを、まあ、あの篠田氏他いろいろ、まあ、その頃ミュージシャンとして珍道院に関わった人は話していました、まあ、もう一つは演劇的なものとして、まあ、その大道である宣伝の意思として珍、えー、道院を発見した人がいました。 僕たちの鎮鈍屋日記という86年の本は、えー、そうした何か鎮鈍屋を、まあ鎮鈍屋として自分で書く鎮鈍屋の登場としてやっぱり画期的だったと思います。また大学でが、まあ、自分で好んであるパフォーマンスをやる集団として鎮鈍屋に加わっていく。こう、仕方なく入っていくというよりは意志を持って何か目標を持って入っていく。えー、こういうことも 多分この時期から始まったんだろうと思いますし、ええー、あの、まあ、自分で選び取っていく職業になるわけです。つまり、まあ、その道で演奏する、まあ、っていうことの意味も、ええー、変わってきた。まあ、それが80年代末だったと思います。また、ええー、実生活的には、えー、昭和の終わりになりますけれども、えー、昭和天,年天皇の下血以降、 こうした賑やかしというのが自粛になって、だいぶ多くの鎮丼屋さんが職を失い別の方仕事に転職をしていきました。大道宣伝というのが縮小傾向に縮小いたしました。まそれは一方では騒音規制が厳しくなるということでもありますが、あもっと大きな目で見ると、別の形でのま町の統制、管理、まこういうものが強化されるということでもありました。 まあそういう中で21世紀になりますと珍穂ンン屋はこうは公認のパフォーマンスとして、えー、なんかあのみんなに好まれるようになったわけですね。ちょっとレトロで芝居がかった格好をしている。でまあアコースティックの楽器を大体大体使っている。そして地域に密着したいろいろ宣伝活動をしているんだ。まあこういった名目が一つ一つ立っていってじゃあ試しにやってみようという人が 演劇関係だったり音楽関係またそうしたものにこれから始めあの楽器を弾いてみようという人もアチンドン屋を目指してクラリネットを勉強したりアダ楽器やってみたり、まあ、そういう好奇心を持って参加する人が、まあ、このまあ21世紀になって現れました、まあ、ネオチンドンと言ったりする人も中にはいますまたこういうのはあの YouTube に随分上がっているので何かで探せば出てくるんだろうと思います はい。えっ、ー、と、し、篠田氏はね、えー、こんなことを言っています。えっ、ー、と、街に流れる沈黙屋の音って、えー、そこに流れるすべての音を共有しているんだ。えー、自分だけ違うことをやってるぞ、人に聞かせるぞ、というのと少し違うんだ。一人の偉大な人物がいて歴史を作っているというのじゃなくて、脈々と流れているものがあるんだ。その、それをある学士がさらっとやっちゃうんだね。 さりげなく出しちゃうんだねとあるいは、ちん屋は民族音楽じゃないし、誰かが作ったもんじゃないけど、大きな時間の流れがある。作ろうとして作ったものと違う。まあ、それをなんとか人に聞かせたい。それまでちん屋をやっていて、人に聞かせたいというのを、やっぱ人前で発言するということは多分なかったと思います。えー、見た限りの記事では、面白半分にちん屋さんの えー、実生活はこんなもんとかあなんかそういう好奇心でチンドヤの、まあ、働きぶり、えー、とか、まあ、あの収入について聞くとか、えー、いろんなそういうルポルタージュはあるんですけれどもチンドヤさん自身がこういった発言をするということはとても珍しいことだと思います。えっ、ー、とちょっと忘れましたがこの今この発言はですね さっきの中村東洋のがこの90、89年だったかなえに始めた別冊ミュージックマガジンノイズ。この別冊雑誌の東京チンドン特集の中から拾っています。この雑誌自体が、あの、ま、当時はワールドミュージックと言ってましたが、アフリカ、中南米、東欧、アジア、いろんなところの 伝統音楽、それから最近のポップミュージックなどを非常によく扱っていたところの,あの雑誌なんですが、その中で東京チンドンがこうフィーチャーされているわけです。まあ、こう音楽雑誌にチンドン屋が乗るっていうのも多分これが,あのこれが初めてだろうと思います。えー、まあそういった意味でもこの雑誌、えー、それから東京チンドンというアルバム、えー、それからそれに関わっていたミュージシャンというのは とても大事だと僕には思っています。まあ、こういうその演奏哲学を持っているまあ、それを言葉にする学士というのは珍しいは初めてかもしれません。チンドン屋にはいませんでしたし、一般のミュ一般のというか、普通のミュージシャンもわざわざこういう発言をするということはめったにないですよね。 えー、自分が誰の影響を受けたこういうことをやりたいっていうことは言うんですけどもなどういう,こう文脈の中で自分をやっているのか、えー、というようなことを非常に、えー、意識したあミュージシャンでしたね篠田ははいまあそんなことを思っていますそれからその町、まあ、篠田に刺激を受けたあとまあこういうことも言ってます聞くための商品じゃないんだ、えー、あと街の音が感じられるザワザワしたものがあるまあノイズですね 風が運んでくる自分だけじゃなくて他の力と一緒にやってるんだ。まあ、こういう環境と一緒になっているというのも、えー、やはり大きな、まあ、ことだろうと思います。えー、っと、で、まあ、例えばこの仲間の一人であった大熊渡る、えー、クラリネッティストですが彼は沈黙というのは音楽の概念からはみ出しているんだと。 だから、まあに、西洋音楽の影響を受けているとは言っても、公認されなかったし、おまけだと思われていた。まあ、こういうことを言っています。まあ、こういう言葉を、まあ、ヒントに、僕が、えー、今考えていますのは、えー、西洋、まあ、西洋日本の、近代日本の音楽っていうと、洋楽需要ということをよく言います。作曲家の、まあ、あの、演はいつだったとか、えー、ピアノをどのようにして、 一般家庭に広まったバイオリンは誰が最初にプロのになったのかオペラハウスはどうなっていたか日本で最初にドイツに留学した作,作曲家滝蓮太郎はどういうふうにドイツ音楽を、まあ、日本の音楽に取り入れたのか、まあ、こういったことがいろいろ調べられておりますけれども、まあ、需要だけじゃなくて僕はこうあえてダジャレていますけれども、まあ、主戦略需要の問題ではないかと。つまり 商業的なもの、それからメディアから音楽を必要としている社会、こうした視点を持つ研究がこれから必要になるんじゃないのかなとま思います。まあ今後そちらの方面に人をうまく育てていけたら、これまでの洋楽需要の研究者とまうまくタイアップしてもっともっと 彫りの深い近代日本の音楽あれ音文化というものが見えてくるんじゃないのかなとまあこういう、えー、まあ名というか将来像を持っておりますえっ、ー、とさて、えー、今度は後半戦に入りますけれどもちんどんの由来をちょっと、えー、お話ししたいと思いますえっ、ー、とこれは今お話ししたノイズという雑誌、まあ、この雑誌ですね、まあこの この雑誌の中で、えー、僕が書いた、えー、そう、まさにこれですね。この雑誌で載せていた図をちょっとコピーしてきました。えー、未だに使ってるんですから、まあ、30年進歩がないということになります。真、まあ、戸屋の成立をいくつかこうポイント、ポイントを抑えながら書いていった図です、えー。いくつか大事な点だけ言いますと、 まず、音声広告というのがあります。上の方にね。え、これは、え、まあ、声を出して、まあ、町の物売りです。飴や薬や、それから魚やろうそくや、いろんなものが江戸時代、え、記録されております。何々屋さんはこんな文句だやった。あるいはラフカディオハンや、え、長井花風も、えっと、あの頃、まあ、明治末の、え、松江や東京の町の、下町の、こう、物売りのことを、 非常にこう掘り深く、まあ、細かく書いていますね、まあ、こういう音声広告別にその明治に始まったわけではなくてずっと前からあるわけです、まあ、それに入っていくのが行商に露店それから大道芸もありますし街の中での工場というのも日本ではいろいろな場面でありました、まあ、劇場などが一番有名あの分かりやすいんですが、まあ、そういった公共の場で声を上げていくなんか宣言宣伝 これはやっぱり人道にととって欠かせないいものだと思いますそれから右の方に歌舞伎の下座音楽だと書いてありますが寄せや劇場の伴奏音楽これもあまり表だったというかあの大きく扱われてきませんでしたけれども打楽器弦楽器それから管楽器ともかく割り合わせのものを使ってある劇的な効果を生み出すわけですね。 これも日本の芝居演劇の中でとても重要な役割を果たしてきましたし音を出す出し物というのも寄せに随分ありましたまたそれの延長線で東西や宣伝屋さん街に行ってこれこれはいらんかこんなものを売っておりますこういう宣伝屋が出てきましたまた東京というか東京の方では広め屋といいましてこれは宣伝 エーージェンシーです、ね、その代理店の始まりと言われていますけれども誰それのために宣伝をやる宣伝広告業者の元祖これも人に注目を集めるために待ち受く人のためにチンドンや何ししし隊というものを随分重宝しましたそれからもちろん先ほどのペリーの話をしましたように古敵隊とか軍楽隊というのも大きな流れで。 陣内、えー、さんの対抗というのは軍楽隊から来ている、まあ、明らかですけれども、やはり、はいえーで、その軍楽隊の一部は民間に行って宣伝をしたり、あと映画館に行ったとっいうのも大事です。まあ、活動写真館と書いておきましたけれども、えー、明治の末から、えー、っと日本の,あの映画上映、映画自体は無制だったかもしれませんが、上映環境では必ず、 何か音がありました。音楽家がいました。まあ、これもまあ、それはえ下、ー、座、音楽とも関わっているんですけれども、も、えー、そうした、えー、活動写真館の音楽も、えー、やがてちんどん屋の一部組み込まれていきます。それから、チンドン屋が注目を浴びるえー、大正末、昭和の初めにはジャズというものが日本でも栄えてきましたが、それの一派あるいはそれの語法言葉誤報というのも。 チンドヤにとって忘れられないことだろうし、あるいはその和楽器と洋楽器の接合奏のことを明治時代には調和楽と呼んでおりましたが、あのまあその調和楽わ和楽器と洋楽器を合わせる合奏というのはもちろんチンドヤの基本でもあります。まあこんなふうにえまあたくさんのいろいろな出のものが羊のものが 鎮屋に流れている、まあ、なんか珍穂屋を中心にものを見るとこうなるっていうだけで別に違う、えー、広告屋の方を中心に書くとまた別のこう図版になっていくと思いますけれども珍穂、まあ、屋さんもこんなふうにたくさんの、えー、影響をあちこちから拾ってこういうなあのい今聞くような珍穂屋になったと、まあ、そういうことを、えーまあ、大事だそういうことが大事だと思います。はい えっとね、これがあの江戸末のある、えー、図版ですけども「紅冠」といいまして、えーまあ、こう三味線と太鼓を同時に弾いているわけですね三味線を弾きながらその、えーまあ、太鼓を脇に抱えて、まあ、一人楽隊やってます。でここに書いてある文章をざっと,っと飛ばしながら読みますと「安政から明治の初め下町方面で人気のあった芸人元真、ま 元は駒編のの老舗の息子芸事が好きで宝刀の末親に死なれて無一文で店も手早し芸によって身を助けたで恥を忍んで、まあ、百万な子百眼目を隠すこの仮面のようなものですが仮面をつけて晴れの日も傘を背負い大黒傘を背負いそして、まあ、三味線を引き一人一人何役でやっていると。 まあそんな、えー、後ろのキャプションがあります。まあ、こういう賑やかさと奇妙な衣装で人の注目を引こう。まあ、これが、まあ、まあ、元祖というのは非常に言いにくいことですけれども、えっ、ー、と、ちん屋さんの、まあ、一つの原型だろうと思います。はい。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、辻占い、京都の辻占いって明治の真ん中ぐらいですね。 で、これえ、ご覧のように、大太鼓と、西洋の大太鼓と、小がくっついております。まあ、この西洋の大太鼓、えー、と元はグランケースとフランス語で言います。大太鼓。で、今も鎮戸屋さんの、えー、俗語でゴロスと言います。この太鼓の大きな太鼓のことを。まあ、こういう複合楽器、一人で叩ける複合楽器でどうもま辻占いをして、多分占い占いとか何ていうか、なんかそういう 工場を述べながら街を練り歩いて、えー、なんか気に入った人が呼び止めてじゃあ何かやってくれと占ってくれとそんなことを言ったんだろうと思いますそれから、まあ、パン屋の宣伝という図もありますねえっとこれも、まあ、格好は洋風、まあ、当時からすればちょっと目立つ紳士、まあ、風の、えー、格好をして、えー、パンはいらんかというようなことを、えー まあ、歌って、え、っいうか、あの、呼び込んでいたんだろうと思います。はい、まあ、こういうふうに、えっ、ー、と、明治の二十年代になりますと、軍学隊の退役者が民間で活動を始めました。えー、ちょうど日清戦争が始まって、えー、疑似的な軍学隊は非常に受けました、えー。誰かの出生式、あるいは凱旋の式などというと。 えーまあ、本当の軍楽隊を雇うことはできませんので町にある軍楽隊のあ戦所に行ってちょっと学隊,隊をちょっと出してくれて「はい隠し込まれました」っていうのでいろいろな会に呼ばれて、えー、演奏する、まあ、市中音楽隊といったりしますが、まあ、民間の楽隊が現れましたそれからちょっとさ,さっき言った広め屋 まあこういう絵も残っています。まあこれを見ますと笛があって和太鼓、章があって、えー、大きな大太鼓があってその後ろにはのぼりをえ立ててという十人、えー、と8人編成か。まあこういうのもどうやら明治のあるところでは大道を歩いていた練り歩いていたようです。まあこんなふうに、えーまあ、その洋楽器太鼓というのは 難なく日本の楽器と組み合わわされていたわけですまあ打楽器が組み合わせるというのは簡単といえば簡単ですけれども非常に目につきますし何しろ大太鼓は音が大きいのでこういう外でにぎやかす,やかす人目を引く耳を注意を集めるにいいわけですね。まあそのために大太鼓というのは随分愛用されました。 はい。えっ、ー、と、あと、まあ、活動写真で使われているって話はさっき言いました。あと、大太鼓が使われている一つの例として、こんなのはいかがでしょうか。えー、神田の、あと、芸者さんたちの音楽隊です。で、楽器、まあ、あの、よく見ますと、大太鼓の他に、手風琴えー、アコーディオンの小さい、えっ、ー、と、ボタン式のアコーディオンと言いますが、小型のアコーディオン。えー、それに縦笛、フラジョレットと言います。それからカスタネットがあり、 えー、太鼓もありますねそれから後ろの方では、えっ、ー、と、あと何でしょうかね。あと歌ってる人もいますかね。ちょっと、あの、え、わかりませんけども、いろんな、えー、楽器を使って、まあ、合奏しているわけです。主に洋楽器が多いんですけども、はい。で、あの、この楽隊は、あの、えー、日本で最初の円盤録音、あの、平たい板に、 録音するそれまでは普段廊漢に録音してたんですけども円盤録音の最初のこう録音の中に入っています。君が用意録音したものは残っていますそれから洋楽器の、まあ、ブラスバンドの市民版ということでこんなのはどうでしょうか。トランペットそれからチューバークラリネット古太鼓があります。 まあこういうふうにして、小学生の中でも、ちょっと特別な小学生は、まあ、プラスバンドに近いことをやっていたわけです。まあ、その、洋楽器は教育上よろしい、え、郵送であるし、まあ、体に良いとか、いろいろな、あの、いいことを言われまして、学校では、教育の場面では、進められました。はい。まあ、そういうものが、北海道の釧路にも及んでいたということです。 少年が演奏すると特にみんな甘くなりますし軍楽隊のまねっこをするとああ小さな兵隊さんだということで歓迎もされますので日清日露の戦争中にはこの少年楽隊というのが非常に栄えましたはい、まあ、こんなふうにして楽隊や太鼓は社会の裾野に広がっていったわけです、まあ、鎮屋はまあこれの まあ、先っぽの方にある尻尾のような存在だと言ったらいいと思います。まあ、こういうふうに町,町でこう、学隊活動というのかな。民間の学隊というのは、いろんな形で演奏はしていたんですけれども、それがチンドン屋という名前を、まあ公に持ち、えー、呼ばれたのは多分。えー大 関東大震災の後ではないか昭和の初めではないかと思います。これには、えー、無声映画の陶器化により、えー、失業学士がドッと宣伝の世界に流れ込んだというのが大きいかもしれません。えっ、ー、と、まあ、そのために、えー、映画館の学士が葬儀を起こしたこともあります。また、えー、生活音量の増幅というのは、この時期の 音風景サウンドスケープの忘れられない現象です、えー、覚醒器があり、えー、増えましたそれからラジオ、えー、これが1925年でしたか一般放送が始まりますね電気蓄音機も安くなってだいぶ広まります、えー、あと東京では震災の後の復興の土音といって土木工事も非常に盛んでした 建建物を建て直すそれと当然のことながら自動車、自電などもこの時期に増えました。それから今は当たり前ですがサイレンで生活例えば正午にサイレンが鳴るとか午,後午前10時仕事の始まり9時でしたかな工場の始まる時間にサイレンを鳴らすと5時に終わりの時宗教の合図にサイレンを鳴らす。 まあこういったことも、この昭和の初めに始まっております。まあ、こういうことを、僕はもうすぐ出るある論文に書いておきました。まあ、騒音低減運動というのが日本でもこの時代にありまして、その歴史をちょこっと書いたことがあります。まあ、音楽というよりはもう騒音ノイズの方に僕の頭はグーンと行っちゃったわけですが。えっと、それから、なかこの時期なんでチンジョン屋が注目されたのか。やっぱりもう一つは、 こう一方で都,会都心、まあ、東京で言えば銀座がモダン風俗でこうどんどんアメリカ化西洋化,進む化が進む、まあ、その反動として下町の方にはちょっと前の、まあ、日本が残っているちょっとレトロな日本がある、まあ、そういうことをメディアが非常に言い出した、まあ、そのことも関係してるんじゃないかなと思います。 これは数量的に説明するのは難しいんですがいろいろ民衆文化というような本なり研究家がいましてそれを見ますとそのモダンではなくて本当の民衆は浅草のこれこれだと民衆文化は浅草やの何々にあるとそういった浅草と銀座を対比させるような理論というのが随分ありました。 ルポルタージュもありましたが、まあ、その中でいわば下町より浅草側についているのがちんどん屋だったとも言えると思いますあと、まあ、ジャズが人気を得まして、まあ、こうブラスト打楽器サウンドというのがどんどん増えていって、まあ、その一つのバリエーションとしてちん屋にもみんな関心を持ったんじゃないのかなというふうに思っておりますまあその一方で、えー、あまりよろしくない職業 ちょっと下に見るような視線も必ずありましてその当時ありましてここに書いた「ちんどん屋の子」というその頃読まれた小説は、えー、自分のお父さんがちんどん屋さんだったというのを恥ずかしがる、えーまあ、しかしというようなお話です。絵が重されたのだそうです、まあ。同じような話の女房版もありまして亭主がちんどん屋と分かったのでちょっとずか顔をあからめるうんぬんなどというような えー、コラム欄があったりします、まああのちょうど今見せているこの写真はカメラ社会層といいまして、えー、当時の何、えー、だろうなこう都市社会の都会のちょっと見えないところを拾い上げてくるようなあ写真集です、まあ。その中に立派な東西屋さっき出た東西屋というのは宣伝屋さんのことですけど東西東西の東西屋ですか、まあ、そういうふうなあ スキャプションで、この、まあ、まさに一人ちんどんが、描かれています。まあ、背中に、看板を、おってますよね。きっと何々屋さん、大売り出し。なんてなの、をきっと背中に背負って、ええー、ちんちん、どんどん、練り歩いていたんだろうと思います。はい。あと、まあ、これ、えっ、ー、と、その頃の、ええー、千九百三十二年の新聞ですけれども。帝国お、おはやし音曲。 広告業宣伝業組合、優しく言って、ちんどん屋さん、ちんどん屋組合が500人ほど練り歩いたと。で、お得意の騒音を秋空高く、えー、爆発させながら、なんだ、身振り、えー、足取り、面白く大行進、なんと書いています。まあ、こういう興味、まあ興味本位というか面白がる記事っていうのは他にも えー、結構見ることができます。オラが天下の沈ン,ンや、えー、秋空に得意の騒音を爆発させ、騒音に鍵括弧入っていますけども、騒音という言葉、この時期ちょっといろいろ話題の言葉でした。はい。まあ、こんなこともあります。えー、と、どうでしょうかね。はい。これは、えっ、ー、と、1935年、昭和10年のある毎日新聞の え、写真だろうと思いますが、え、これまさに三人組で、クラリネットと、え、三味線と、え、ンのですね、太鼓、両方とも太日本の太鼓ですね、和太鼓になんか、家をつけているように見えますが、ちょっとわかりません。こう三人組の、え、三人組が歩いているんだ。まあそういう、えー、何でしょうかね、映像です。いかがでしょうか。あと、これは、 えー、昭、えー、1934年のある本、えー、と堀内慶三という当時有名な、まあ、戦後も有名な音楽評論家の陣太この方という非常によく読まれた本の中の、えー、イラストです。まあ、大正末のど丼屋さんとしてこんなことを彼はあの書いていますね。はい、あの、5人組で、あの、えー の上りを立てあとトランペットと太鼓それに、えー、大太鼓などを持っている、まあ、こういうのがその10年,10年ぐらい前にはあったんだというようなことです、はい、ちょっと音を聞いてもらいましょうこの頃のある録音でこれ中村東洋コレクションから引っ張ってきたんですけれども「えー、と鈴鹿連中」という名前で。 なんかなんか半,半世紀経ってもちっとも変わらないかもしれません。別にチドヤさん30年代がこうだ、50年代がなんだっていうようなこうスタイルの進化史で語れるもんではございません。そのチドヤが脈々と流れている何かって言ったのは多分こんなことだろうと思います。まあ、彼このんな昔の演奏を聞いていたとは思いませんけれども、新しいことをやってなんかイノベーションを起こしてというような歴史感。 演奏感とは違うのが陳凳屋さんだということですね。はい。<music> まあこんなふうに工場が実はこの。

まあというような具合で、あのまあ、あと工場があって演奏があってまたその後いろいろ始まるという録音です。まあ、これを中村当伊はどこで見つけたのかどうしてこれ買ったのかわかりません。まん、あ 珍奇なものをさあの拾ってくるというのはコレクターのまああの本質なので何か見つけたんでしょうがまあ彼の音楽館に実にぴったり合ってると思いますこれ本これをさっきのこの東京ちんどんのノイ,ノイズの記事を書いたときに細川君これ聞いてみないって言ってもらったんですねはい今にして思うと非常に光栄なことだと思いますはいえっ、ー、とそれではね今度はねえっ、ー、とやはりあの注目すべき映像ですね。 1929年昭和4年にアメリカのニュース会社がこう撮影した神戸の映画館の宣伝学隊です。日本で最初の音声動機の映像の可能性があります。でちょうどのその年に外国の陶器映画が日本で上映されています。だから翌年に日本映画の陶器化が始まり 31年2年後に「マダムと女房」という有名な映画早期映画が上映されているわけでまさにその冬季以下のちょっと前。 こういうふうに集落館という映画館をこう選定しているわけですね。はい。えっと次にも次のもですね。えー、これは工場が中心なんですけど見てもらいたいと思います。あのお客さんがこっちを見ているのはですね。あのカメラがまずあるからですね。きっと当然えっとアメリカ人がなんか数名いるんでそれも。 あ、珍しい外人さんやみたいなことできっと見てるんだと思います鎮農屋さんよりも撮影してるってこと街頭で撮影してるってことが非常に面白いまあ、そういう目だと思ってみてくださいでこれ指揮者っていうかこのリーダーの人あれしろこれしろといろいろ言ってるわけですねもっと出せとかあれやれとか言ってるんだと思います でここでまあ映画館何何館にてこれをやりますというようなことを言っていますね、はい、より写真取り替えのご案内次は第2号帝国キネマ株式会社神戸直営相イボイ写真取り替えのご案内次に至りましては日本活動写真株式会社直営 あの,ー、のこれはね3つの映画館が合同でこ,うこのチンドン屋を雇ったようですねはいでちょっとストップ映像をストップしますけれどもじゃあ、まあ、この後ろの人この人の顔をちょっと覚えててくださいあのこれ ね、1934年、ほぼさっきの、えー、違いますね、1935年後になりますが、昭和でいうと年昭和9年になりますが、藤田嗣治が日本に、えー、と帰国あの世界旅行の途中に来た時の写真、あの絵ですけれども、これが新論や3人組、映、えー、ってますか、それからもう一つ、ね、ペアで、これがね、 ちん屋職人と女中というのですけども見えますかこのちん屋職人のこの顔とこの映像の中の後ろの旗持ちのあのおっさんの顔がなんか似てるまあドイツという評価は全くありませんただこの下町の顔じゃないかまあ頬骨が張っててえちょっと愛想は良くなさそうだでも 仕事をやったやら、やれといった仕事はきっちりやる。まあ、ちょっと、ま、これ空想が入っていますよ。まあ、そんな、えー、顔に見えませんか。ちんどん屋職人と女中ってあるんですが、別にちんどん屋の道具を持っていません。ただ座っているだけです。ということは、ここのいる、この人が、多分この、あの、斑点を着ている男性。で、こちらの後ろの、 これが女房なんだろうと思います。女中家なんだろうと思います。はい。まあ、この、こちらの絵では、えっ、ー、と、三味線を持ち、奇妙な格好をし、旗を持ち、あ、これ後ろで、あ、この人、彼は、この職人は、この組太鼓を演奏してますね。えー、小金と和太鼓の組み合わせた打楽器を演奏してますけども、まあ、この二つ、両方、まあ、ペアで、 同じ人物を描いていて、まあ、要するに、えっと、なんていうか、オンステージ、オフステージですね。その両方で、こう、チンドン屋を表そうとしたんじゃないのかなと思います。でも、これはね、あの、日本の二機会では、あまり、えっと、評判が良くなかったんですね。えー、このチンドン屋の絵に反発して、えー、パリの藤田は、なんか日本ジャポニズムに迎合してるんではないか。 そういう言い方をしました、えー、評論家が、えー、描いて欲しかった日本像と合わなかったわけです、えー、この時期あの藤田はあメキシコやあるいは中国の北京、えー、などにも行き、えー、それぞれの、えー、土地で職人さんとか下町の人間を、えー、随分描いています、えー、黙りこくっているこう女性下向いている えー、農民とか、まあ、それと近い、えー、視線をこの陳凳屋さん、あるいはそれ以外のこの時の日本宮城の中にはあるんですけれども、多分評論家はこの日本人が現地人扱いされたということに憤慨してるのではないか、困惑したんじゃないかと僕は思います。確かに現地人ということは、えー、まあ、今日は深入りしませんけれども、よく考えると。 どこからが現地なのか誰が誰を呼ぶときに現地人になるのかなかなか微妙な問題かもしれませんさて同じ時期の昭和のちんど屋さんの描き方として今度文学をちょっと見てみたいと思いますけれども「無浪再生にちんん世界」これも昭和10年の作品ですけれども えー、東京のバスへの映画館、えー、無声映画館の学士が、実は何でも屋さんで、あれやってこいと、かんあのー、主人に言われると、はいはいと、近所の人に行って何か物を運んだりとか、えー、ちょっと呼んでこいだとかどど、どこそこの手伝いをしてこいとか、えー、そんな、えー、近所と濃い関係にある、まあ、そういう沈丼屋さんを描いています。つまり、 鎮丼屋さんを書くとする地域社会のまあ、世界っていうのかなちっちゃな世界、コミュニティそれは単に演奏を聴かせるとか聞くという間柄ではないまあ、生活上のま重なりがあるそういうコミュニティとして描いています中の文句が面白いんですね、えー、軍楽隊なんかでやってぷかぷかやったって宣伝にはなりはしませんよってそれよりか 街の女や子供に面白がられる広め屋さんが一番ですよ。に限りますよ。第一印象的で街の人と顔なじみだからね、と。まあ、要するに知ってる人がやってるから、ああ、今日は大売り出したのかっていうようなことでしょう。えー、まあ、その辺、え、とても、この室蔡聖のこの小説短いんですが、えー、ある時期、その、この時期の、まあ、映画館なり、学士を中心にした、した街風情を、 よく描いていると思いました。もう一つ、まあ、ほとんど同じ時期の新見断吉。これは未抵抗ですけれども、ある非常に手先の器用な男が、仕事をしてはやめ、失敗し、放り出され。で、いろいろ考えて、まあげく、なじみの女が陳饉でもやってごらんと。まあ っていうふうに言われて、じゃあやってみるか。まあ、それでできちゃうといえばできちゃうんですね。何か音楽を学習しようというよりは、ちょっと手に技をつけて、でもう街に繰り出そう。あんまりそういう、何、えー、ですか、時間をかけなくてやれる仕事。まあ、そんなふうなあわけです。別に、鎮戸屋さんも鎮丼で食っていって、えー、男は数年やってうまくいかなかったら、じゃあ、 違うことをやってみようになるんだろうと思います。何か音楽一本でというようなミュージシャンとは違います。まあ、先どういうふうに書いたのか小説は残ったの、結末はないんですけれども、まあ、その中にこういうふうに書いてあります。腹の上に太鼓と霜を乗せ、背中に近所の青物市場の売り出しのビラを貼り、ちり紙細工の桜の花が周囲に垂れたからかさを背中に縛り、目と耳と 口だけを残して壁のようにおし、えー、ろいを塗りモスリン、えー、か何かの華やかな長襦袢安っぽいということですねで、えー、長じゅでちんちんどんどんと鳴らしながら千鳥足で進んでいく、まあ、こんなふうにちんどん屋が描かれていますはいまあそろそろ、まあ、この辺で 僕のお話を終わりにしまして、さっきからちょこっと名前が出てきた大熊渡さん、それから小暮三和蔵さんが、東京のスタジオからにつながっておりますんで、ここらでちょっとお話をしたいと思いますが、はい、大熊さん聞こえますかどうもー。こんにちはこんにちは ライフワークのご観光、おめでとうございます。おめでとうございます。そして <laughs> はい、どうもありがとうございます。の大活躍、ご大でした。いやいや、大倉さとはもう、えっと、さっきの土涛の80年代からのお友達で、三和ぞうさんとは21世紀からかもしれませんが、それにしても、結構長いお付き合いになってしまいましたが、<laughs> はい。はい、まあ、よく来てくれました。嬉しいと思います。ズームでやるなんて、会えるなんて思ってもいませんでした。ねえ。 あのさっきあそうそうじゃあちょっと先に話をするとさあ,、はい、あの2人の友達であるあのアベまりえさんの本なんですけどあのあの、まあ、日文研にも、えー、半年だったかないてあの僕の研究会音と聴覚の研究会にも参加してもらいましたが今アメリカの大ボストン大学の民族音楽学 で、水岡音楽学校が書いている人の、鎮度絵の響きっていう本が出てまして、これ結構面白かったんですよ。あの、まあ僕らの考えと、さっき言った篠田君なんかの発言ととっても考えが似てて、こう、響きっていうのが結構その、音響とか感情が作り出していくもんだった。だから、英語の、 共鳴とととというう言葉ちちょょっっ似てるがちょっと違うとやっぱり日本語で「心が響く」と言ったりするからねまあそういうことを彼女はこの響きっていうローマ字の概念で言おうとしていたわけですがまあまあそんなことはまあいいかなあのそれであの音楽民族音楽の方では音楽するっていう動詞が今流行って音楽に関わることなら何でもやってやれっていうふうに研究が広がっていますが彼女は じゃあ音するってどうっていうのでサウンディングっていう言葉を作っています、まあ、これは英語にもあるんですけれども音楽の外に広がっってていいく音の研究っていうわけですで。さらに、じゃあちんどんするっていうのはどうなのかな外の街中で音を鳴らしてやるって一体どんな行いなのかななんていうことを、まあ、今後阿部さんなんかとねっまりえさんと話したりなんかしてなんか一緒にコンサートとかできるといいなと思っています。 えっとさ、その、さっき、あの、演奏のはじ、えっ、ー、と、回の始めで、竹にすずめを聴いてもらったんだけど、今度、ちょっと、また別の曲を、ちょっとメドレーでやってもらえないかな。せっかく、来ているんで、どうですかその、曲の説明とかしてもらえませんかあ,あ、じゃあ僕がしようか。あの、最初、確か、どんどれみをやってもらおうか。そうですね。はい。どんどれみというのは、あの、 その名の通り「うん、音名の出だしの音の名前がタイトルになっちゃった曲でこれあの多分明治頃の古い軍楽隊のナンバーが楽隊の学士の曲に残ったものだと思われるんですけどちょっと詳細不明なんで是非、うん、誰かが調べていただければ、うん、いいと思いますがはい、はい、じゃあ「どんどれみ」いってみましょう。はいいお願いします ありがとう。ありがとう,がとうございます。じゃあ次プリパかな。やっぱりうそうですね。じゃあ、うん、これはあのえっとジョニーが、えー、ね。マーチンマーチをしてくるというね。あの、うん、南北戦争の頃の曲が元になってますが、えー、篠田くんがあの韓国のね。民主化運動で歌われてたバージョンを元にちん屋でやり始めて、今はもうちん屋の学士、みんなこれを知ってるというものになってます。<music> ですね。いや思い出しますね。はい、さっきのシノダンアルバムにも入ってたからね。これはね。そうですね。はい、もうわ<あ>ずか今陳 don 陳 don 会の定番曲にもなってますからね。ああいいことだね。ああ,あと今日なんかお宝を見せてくれるって言うんだ。よね。ちょっとそれやってくれない？あのさっきねあの CD の名前でも出ました長谷川宣伝車の人たちの実家の方のですねうん、うん、高田宣伝車。 埼玉の女性が中心のチームなんですけどそこのえ、まあ、レジェンドの太鼓叩きの人たちもうちょっとあのお亡くなりになったりして形見をお預かりしてるんですがあの古い道具をちょっっと持ってきました、うん、例えばこれあの昔のね昔の頃はあの大きな珍道をね競い合うっていう時代がありまして。 比べるとわかると思うんですけどね。ずいぶんこれは重いです。とてもこれを長時間背負っているのは大変な劳动だと思います。それからこちらがねあのゴロシですね。あの僕すごく僕の記憶で一番面白かったのはあの興奮したのはですねえー、と陳道円さんはあの三四年三四年の普通の 仕事だけじゃなくて80年代はあの学大広告といってあのブラスバンド形式の宣伝もやってたんですねその時にこの太鼓の名前のゴロスって言ったりあとはスネアのことをケースって言ったりしててこれで耳慣れない名前だけどどうもこれはあの生きたね歴史がここにあって直接僕は歴史の中 えー、ぶつかってんだなっていうねすごく興奮を覚えたのをすごく覚えてますでちょっと皮を張っててですねあの女性が持ちやすいように小型になってるんで。 まあ太鼓といってもちょっとかなり和な感じの、ね、音がしますそれからこっちはの、ね、あのね左利き用のサウスポーモデルになっててあのこういう締め太鼓の付け方がこちらが上につけるタイプだったりこうね。 上につけたり下につけたりといろんなバリエーションがあるっていうね、あの実例なんですけど、大体こうちん年さんのみんなあの自分でカスタムメイド自分で作ったりしますんでね、本当にこういう楽器だけでも一つのあの手仕事の文化なんだなって思いましたね、はい。まあだからしまあやっぱりしょ職人手,手作業なんだよね。うん、ねそうですね。そうそうそのさっき今の安倍さんの本にもあったが。 伝統音楽でも、対象音楽でも、芸術音楽でもないし、芸能でもなきゃ、日本音楽でもないし、商業音楽では確かだけど、メ録音っていうのはな、ね、いし、作曲もしないんだと。まあ、今はちょっと、もちろんネオ、ネオチンド21世紀になってだいぶ変わってますけども、まあ、そういう、どうことも言いようがない場所にあるんだなっていうのを、本当にこの30年、み、皆さんと付き合ってて、は、えー、思いました。やっぱり音楽と雑音の、ていうかノイズの、 習慣つまり他のものが何聞こえててもチンドンの音だけが何ていうか混じってるっていうのはやっぱり面白いことだなとなんか厚きなみな言い方かもしれませんけれどもねそんなことを思っておりましたまあ本当実は僕の本の中ではレヴィスロースがどうしたっていうねペダントリペダンティックなことも言っております、えー、でもそれは読みたい人を読めばよくてちょっと今日はやめにいたしますはい え、計画されなかった。野生の音楽だということをぜひ言いたかったんですね。まあ、そろそろ時間になりましたので、えっ、ー、と、ぜひ、あの例の曲をやってもらえないでしょうか。やっぱりね、さよならっていうと、この曲じゃないかと思うので、えー、リクエストしておきましたけれども、じゃあ、宮古晴美の好きになった人をどうかお願いいたします。 いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。皆様の娯楽の殿堂、ホストは劇場まだまだ開催中です。 ありがとうございます <laughs>